前田殿も。毎度、岩本でございます。今回の動画は、5月19日日曜日、ZOZO マリンで行われました、ロッテ対ニューパーム3連戦の3戦目、ファイターズから見て、1敗1分けで入りました3戦目です。結果、4対3のファイターズ、サヨナラ負けとなりました。まあ、こういうこともありますよ。うん、今までことがうまく運んでるだけにね、うん、あのファンの方々はちょっとショックが大きいかもしれんけども、うん、こういうことだってありますよ。先発ピッチャーは伊藤大海、ロッテは、小島、その投げ合い、もう開幕投手同士の投げ合いね、本人たちももう3回目のマッチアップやっていうやんか。ね、そういう、なんちゅうのかな、引きつける何かライバルっていうのがあんねやろね。まあ本当に、好投手の投げ合い、そしてオーダーいきます、ファイターズ。1番今川入りました。2番松郷、3番郡司、4番マルチネス、5番万波、6番タミヤ、で、7番に野村、8番に石井、9番に上川畑というオーダーで挑みました。で、伊藤大海の立ち上がり、いきなり2失点です。なんかね、体重たそうやったね。これがね、ペース配分とかやったらややこしいけど、じゃなくて体がちょっと重かったっていうんだったら、こう調整の仕方、今までと同じようにしてても、もうシーズン入って1ヶ月半以上過ぎてるとなると、第1回目の疲れぐらいがやってくるので、調整方法もちょっとマイナーチェンジしていくとかあると思うんで、まあそのあたりはトレーナーとピッチングコーチと相談して、もうすぐ改善できると思います。だって1回体温まったらね、3回以降はしっかりと仕事できてるピッチャーやからね、1回は外のタイムリーで2失点と、で2回はバッテリーミスでね、バッテリーミスで、追加点を与えてしまったと。でも変な話、去年一昨年までやった伊藤大海、ここで大崩れしてたかも。でもグッと歯食いしばってね、3回以降しっかり立て直った、立ち直った。で4回にはファイターズがどうにか、突破口といえる、僕がよく言うホームベースの得点の扉の施錠を解かなきゃいけないと、それをマルチネスが、ライトにタイムリーヒットでまず突破口を開きました。で7回に、野村が最近ちょっと姿変わってきて、スイングもちょっと豪快になってきたかな。僕野球中継で解説やってて、豪快にいったらいいんですよなんてね、あの本当に応援の気持ちを込めながら言ったけど、その後すぐにバーガーンってもう一発の追加点で1点差に迫る。で8回ですよ、小島ずーっと良かったのよ。立ち上がりからずーっと良くて、ほんでまあなかなか連打も許してくれなく、そういった中で、8回の表、今川がショートフライでアウト、しかし松郷がライト前ヒット、でその時に松郷盗塁で、郡司フォアボール、マルチネスまたまたフォアボールで、万波中正フルカウントからボール球に、まあ、あれはしょうがない、打ちに行くよ、途中から沢村が投げてたんやけども、沢村もアップアップやった。その中でもう決めに行った、もう必死で決めに行った来たんやろね。で万波も必死に打ちに行ったけども、結果空振り三振で、やられた、ボール球手出しちゃったみたいな顔してたけどもね、ほんで、次タミヤが、押し出しのフォアボール選ぶと、素晴らしい集中力やね。沢村もちょっと力みすぎてたかなっていうぐらいのところで、それをバッターたちが冷静に見極める姿っていうのがすごく印象的だった。でここで同点に追いついたんですよ。でそこから逆転となるかと思ったけども、野村がファーストファールフライで倒れて3対3。さあどうなるかと。9回の表はね、先頭バッター石井和成が、三振でアウト。で上川畑がセカンド悩んで塁に出た、送りバント決まった。で代走に上川畑に代わって水野が出て、松郷にそれを託した。同点から逆転劇を見せてくれる。まあしかしライトフライに倒れたということなんだけども、で最終回、これ系統の話ですね。何にも間違ってないよ。伊藤大海頑張って頑張って7回を投げた。127球、悪いながら修正しながら、結果8安打8奪三振のフォアボール2個、ほんで3失点の自責2となってます。でそこで頑張ってた、伊藤からバトンを受け取った川野が8回ビシャリやった。で9回、イニングまたいでマウンド上がった。まあまあ新しいイニングから、8回を任せられてた、川野が9回マウンド上がっても特に、不思議さはなかった。ほんで、バッターが小川で、ここまでかなと思った。左バッターの小川ね。でバッター小川に対してワンアウト1つ取りました。もう全然強いボールですよ。でその後岡弘美で、あここで継投かなと思った。見てる方でそう思われた方もいたでしょうが、しかし岡の後には高部がいて、ポランコがいてと。でまあそうやって左バッターが続く中で、岡の後まで見て、
で河野が8回の1イニングを球数少なくピシャッと抑えたもんやから、うん、もう一回行くぞっていう形で本人もその気でマウンドに上がりました、うん、がしかし日本ハム戦よく打つね岡大海ね、うん、あそこでファーストスイングでガチンと決めてホームランかますんやもん。サヨナラホームラン結構ハム戦でホームラン打ってるんやな。で伊藤大海が投げる試合伊藤大海からもホームランを打つけど伊藤大海の降板後も他のピッチャーからもホームラン打ったりとか去年か一昨年かなあのゾゾマリンでセンターにサヨナラホームラン杉浦から打った伊藤大海が勝ち星かかっててなんかねいろんな条件あったのよ。なんかシーズン初勝利やった本人初勝利にかかってたのかな。なんか伊藤大海に勝ち星よって言ってる試合で岡がサヨナラスリーランかなんか打ったの覚えてて本当にハム戦よく打つ岡、うん、で岡大海伊藤大海の登板試合で何か、強い爪痕を残す選手どんな因果関係があるんやろうね。まあでもね新庄監督も言ってたけどあれはワンスイングで決めた岡をやっぱ褒めたたえるべきだと思う。素晴らしい集中力ほんで技術的にもで彼がすごく技術を上げでチームの中でリードオフマンとして素晴らしく機能するようになったから吉井監督もここ最近ずっと一番バッター起用でしょ。でまたそれに応える長打も打つで塁に出ても足が速いからバッテリーからするとやかましい打者走者で走者ですよ。まあそういう相性を見ても系統もありかと思ったんですが結果打たれたからこれ正解間違いじゃなくあそこは川野が意地となって、うん、あの岡大海を抑えるね2人組任せられてでハム戦で打ってることはよく知ってるはずででもなんかやっぱ甘く入ったボールで別にそれを整えようとか何かを伺うとか後悔の一球じゃなくまあ言うんだったらちょっと失敗甘く入ったあのねこれある人の提言でね後悔はその過去を改めようとするほんで失敗はその未来を改めて成功に導こうと考えられると、うん、そういうこと言われてまさにそうやなと。で打たれた後の川野の表情もすごいドライやったあのちょっと笑みが出たぐらい、うん、あれはね最大の照れ隠しやられたっていう悔しすぎてもなんかね今まで頑張ってて自分のモチベーション下げるものなんやしだからうわ甘く入った畜生うまく打たれたなぐらいでもうなんか切り替えてる川野がいたように見えたね。まあでもあのファイターズはロッテ戦にすごく相性がよく相当な勝ち越しを出してるんで、でこの前半戦ファイターズが貯金できて今2位にいてまあ1位のホークス追いかけてるんですけどもそれはもうロッテ戦のね勝敗がすごく反映されてると、うん、ということなんでこの前半中盤終盤シーズンでいうとこれ前半にロッテ戦のカードがものすごい多かったんですよ、うん、で交流戦明けてちょっと少なくなるかもしれないんだけども交流戦に向けてねまたまたカード変わってもファイターズは勢いをつける作業っていうのは重要やね。21日火曜日には、ファイターズはエスコンでオリックスと戦いますナイトゲームやね。エスコンフィールド、うん、ファイターズホーム球場に帰ったらめちゃくちゃ強くなるから、あの強くなるっていうのは今回思ったんやけどエスコンで選手、ロッテと戦っててファイターズすごい打線がつながったとでロッテ言い当たりするけどもことごとく正面で今回ゾゾマリンロッテホーム球場ロッテの打者たちがことごとく野手の間抜くでファイターズの打者打ったらことごとく野手の正面みたいな不思議な現象があった。これがホーム球場のアドバンテージって言うんかな、うん、まあ、そういった意味でもね週明け火曜日からエスコンで行われるオリックスとの戦いまた気持ち新たに皆さん応援して見守ろうじゃありませんか。頑張ってください。前どきに。